大学医学部付属順天堂委員は、東京都文京区本の3-1-3にある医療機関。学校法人順天堂が運営する病院であるが、診療所の名称として用いられることの多い、委員という故障を会員以来一貫して用いている。特定機能病院の承認を受けている。外来患者数は2019年3月までの1年間に一日、平均4459人。 順天堂大学本郷キャンパスの一部を構成し、1号館と B 棟は4車線の道路が隔てているため、校内の上空通路及び歩道橋でつながっている。1873年2月2日、順天堂の2代目、同種、佐藤昌中が、下屋根里米町で開院したのが順天堂委員の始まりである。現在の湯島の地に移転したのは1875年4月3日である。 1906年には、モルタル作り3階建ての新病棟が完成したが、1923年9月1日の関東大震災で建物を失っている。その後、旧本館が1927年竣工1964年11月7日、日本で最初に集中治療室、ICU を設置。現在の1号館は、 旧本館を更新し1993年10月12日に会員。同年12月1日に特定機能病院の承認を受けた。2015年12月12日にジャシーの認証を大学病院の本院として日本で初めて取得した。現在病棟の更新及び院内施設の改善を進めており、2014年3月よりビーム棟5月に D 棟が稼働、2016年8月に C 棟が竣工した。この不死は医療機関に関して執筆中です。過失、訂正してくださる協力者を求めています。次の先進医療を実施している。1953年6月1日、当時の北区西ヶ原町889番チコミネ病院跡を借用して開設された。診療科は内科、精神科。 院長は、中島のりゆき。しかし思うように業績が上がらず1958年9月30日に、閉院。閉院後は回収して看護師宿舎、看護学生宿舎に使っていたが、後に返却している。岩手県在住の74歳の女性が、心不全を患い動員に入院していたが、血圧を保つために注入していた。 強心剤の注入が立た,たれ、女性は低血圧によるショックから寝たきりとなった。看護師が点滴装置の電源をオフにしていたことが原因と見られている。1967年、順天堂医院のミスで、新生児を出産直後に取り違える事件が発生した。1974年に両親が血液検査から実施ではないことを確認し、順天堂医院に指摘を行ったが、 順天動員は、両親と血液型が異なる子供が生まれたのは、母親が浮気したためと反論し、訴えを退けた。被害に遭った家族は、母親が浮気を疑われたことから崩壊し、取り違えられた子は、親戚の間で囚い回しをされながら成長した。2015年、被害に遭った母親は、 取り違えられた子供に対して実施ではないことを告げ DNA 検査により実の親子ではないことが確認された。2016年4月、取り違いの被害に遭った男性は実の親の情報を提供することと賠償を求めて順天堂委員と交渉を開始する。7回の交渉を行った結果順天堂委員は事実認定と謝罪は行うが実の親の情報提供はしない。 賠償額は要求額から大幅に下げるという条件を提示し、それ以上は譲歩できないと合意を迫った。合意後、順天堂大学からの被害者男性への謝罪はなかったため、被害者男性は報道機関に告発。2018年4月、順天堂院は報道を受けたことで事件について公表せざるを得なくなったとし、この事件が事実であることを公式に認めたが、 取り違い先の過程への影響を考慮して、これ以上の追求を行わないように求めている。ありがとうございます。